場からって言ったらあんなクリットダメージってあった、うん、ここからじゃあ止めさせてもらいましょう、うん、さあ登山アンヌプリ登山スタートです。8時3分スタート、あと 2.5 キロ歩くの、うん、よいしょ、うん、どうしよう、もう息が上がってるから雨降ってないのにね、ぬかるんでる、雪解けか。頂上まで2キロ、 OK、 500m 来た、1キロ来た、あと 1500m、 そうなの、それから右に出たら風がすごいかも、頂上まであと1000、あと1000、噂がね、まあ、この山、この藪の中越えたら多分稜線に出るからすごそう、気をつけないと。今外の気温がさ、ここら辺で17、8度だから、で爆風だとちょっと体温奪われたら危ないから長袖着た方がいいかな、うん、結構坂が続くね残り1キロからの道が結構ハード、よいしょよいしょ、来たね、結構来たよ。さあ止めた駐車場です。すごい風、下の石が飛んでないから大丈夫で。
2000m 頂上まで2キロ来た。 2000m 歩いた。すごいね、海まで見えてるね。あれ泊原発で、そのまんまカムエ内の村があって、その先がカムエ岬の方の本当のシャコタンの先っぽの方まで見えてるね。うんうん、うん、あ楽しそうだね、あっちも。だからそんなに下まで降りなくても重装できるようになってる、ね、そうだね。あずっとさあ山頂。結構陽臭いな。大行列ですね、うん、PIC ダイナーっていう、あ、11時からな、19時まで、うん、ハンバーガー。うん、来た来た。来たね。持ち帰る？うん、はい。すごいおしゃれなお店。おすすめ PAC バーガーかな。あ、テリタルエッグバーガー。ポークバーガー、サーモンバーガー、美味しそう。これにしようかな、デラックス PAC バーガーにしよう。すんごいおしゃれな PIC ダイナーのデラックスハンバーガー。でん、うまそう。すごいね、これ超うまそう。こっちは、あ、こっちもね、なんか肉がすごい、美味しそう、ね、うん、そっち食べてみてよ。すごいよ、これ重いもん。さすが1500円。その厚さよ、すごいよ、すごい。どう、めちゃくちゃうまい。この炭火焼きのさ、ちょっとかじってかじって、匂いどう、匂い、うん、炭の匂い、うん、ね、うん、うん、おいしい、これ超うまいな、うん、
ちょっとなんか美味しいな。手作りポテトっぽいよね、うん、なんか。ね。時期によって変えてるんだって。ポテトの種類を。ここで汲んだ甘露水を飲みながらハンバーガーを食べると。最高。PAC ダイナーで超美味しいハンバーガーを食べて。美味しかったね。すごい美味しかった。こちらも美味しかった。うん、すごい美味しかった。スパイス効いててね。とっても美味しかった。よし、釣りするか。よし、釣り。いいスポットがあったからちょっと行ってみよう。いいスポットか知らないけどね。いいスポットか、もちろん。ヤマメとかなんかいるんじゃないかな。さあ、ちょっと川辺に降りてみよう。見て、このペン型。超小さい。本当だ。この大きさだからね。ペン型竿。渓流釣りに持ってこいじゃない。うん。どうなんだろう。どうなんだろう。ね。そんなね、釣れるかな。どうでしょう。長さもこれ。短い。いいでしょう。釣りやすそうでしょう。うん、ね。ちょっとやってみようかな。行ってみて。鍵大丈夫？うん。うんうん。危ねえ。Even if my pocket's empty, I don't really wanna go.